は、初期のモンゴル帝国に仕えた官僚。字は、新境。善に深く消えし、丹念小字と合した。モンゴル名は、ウルズサワリまたは、ウトサカルヤリツ素材は、寮の大祖。ヤリツはボキの長男である。東丹国の海洋ヤリツとヨクの八世の孫で、寮の相続出身であり、羊は、タン人であるが、代々中国の文化に親しんで、 感化した家系である。寮の滅亡後は金に官僚として使え、祖父は、ヤリツ一路で、父のヤリツリは、金世においては、最小級の住職である、少女以上に上った。素材は、父が、高齢になり、三男として生まれた子で、三歳の時に、父が61歳で死んだため肝心である聖母の、養子に厳しく育てられた。また、イボ兄のヤリツ弁才。 ヤリツ前妻は彼よりも20歳も年が離れていたが、彼は、聖母と共に、兄たちから養われたという。成人すると、最小の子であるために家境を免ぜられ、大体の試験を主席で通過して、小所長の家級官僚に任官した。モンゴルが金に侵攻した時は、首都の中途で左右進入りを務めていたが、1214年に、中途が陥落した時捕虜となった。 素材は、家柄がよく超身長髭で態度が堂々としており、中国の天文と牧船に通じていたため、チンギス艦の目に留まり、召し出されて中国語担当の初期艦となり、ハーンの側近くに仕えることになった。1219年からの中央アジア遠征でも、チンギスの本体に随行して、もっぱら観測金の先制術師として働き、その時の体験と施策を、 最有力に残した。チンギスの死後に、後継者をめぐって、クリル隊が紛糾すると、チンギスの意志を尊重して、オゴデイを立てることを解き、オゴデイの即位に大きく貢献したとされる。ただし、モンゴル貴族ではない素材が、クリル隊に出席して発言権を持ったとするには、無理があり、この話は中国で書かれた資料にしか伝わっていない、ことから、 この逸話は疑わしいという説もある。オゴデイが即位すると、新藩にも初期として使え、中国語で中諸省と呼ばれた初期機構の幹部となり、北中国の金の丘陵の統治に携わった。素材は、あるモンゴル軍人が、河北の大平原を無人にすれば、遊牧に適した土地になるから、捕虜とした中国人を皆殺しにしようと進言したのを押し止め、 捕虜たちを、万コと呼ばれる集団に分けて3つの万コを、置き、各万コごとに、農民、職人など職業によって大別した戸籍を作って、途単位に課税する中国式税制を導入させた。新税制の導入により、モンゴル帝国は低住民からの安定して高い税収を得ることができるようになり、オゴデーはこれに簡単して、素材を賞賛したという。 1234年に、モンゴルが金を最終的に滅ぼしきた、中国を併合した後には、中国式に全土を、ハーンの直轄領にするために、モンゴル貴族に征服した領土を分与することに、反対したが、これは目殺された。また、儒学を家業とする家を、儒子に指定する制度を考案し、税を軽減する代わりに、儒教の学問と祭祀を行わせ、 実務官僚層の供給源とした。オゴデイは中国の歴代王朝に習って、孔子の子孫を保護するが、これも素材の進言によるとされる。しかし、オゴデイの晩年には、西アジア式に人を単位として課税する人頭税制度を中国に導入することを特中央、アジア出身のムスリム財務官僚層が台頭して、中国行政について干渉するようになり、 伝統的な中国式統治システムを維持しようとする素材らの派と対立した。結局、西アジアの財務官僚に任せる方が単純に収入を確保しやすいことから、モンゴル人は彼らを徴用するようになり、素材らは信任を失っていった。1241年にオゴデーが没した後はほとんど発言力を持たず、その3年後失意のうちに没した。素材は、 製品の美徳を守ったので、その遺産は、ことと書物が残るばかりであったという。施作を良くし、刺繍に、丹年古事集がある。漁師が生んだ長男のヤリツゲンが三十前後で、創生したために、亭師が生んだ抜詩のヤリツイが後を継いだ。後にヤリツイは、着手のヤリツキスケと共に、首雷に仕えて、中所作上昇に累進したため素材は、 再評価され、大使、上柱国を送られ、高安仕様に追封されて文章と送りなされた。金州古島公園のヤリツ素材像、ヤリツ素材は中国や日本において古来非常に高く評価されている。これは、モンゴル帝国の最初期において、未だ国家の体制も定まっていない、遊牧民の連合政権であったモンゴル帝国に、 中国の文人官僚を代表して使え、中国統治の実務担当者として活動したとされることによっている。しかし、さらに進んで、ヤリツ素材は、チンギスの最も信頼できるブレーンであったとか、オゴデイの時代に大範囲を補佐し、モンゴル帝国の拡大を支えた最小であったとされているのには、若干の問題がある。 このような見方に対する、最も根本的な反論として挙げられるのは、チンギスの中央アジア征服に始まるモンゴル帝国の、歴史を記した網羅的な歴史書であるアラーウディーン、アターマリク・ジュバイニーの、世界征服者の歴史やラシード・ディーンの、終始、その他はサーフによる著作など、主に、イルハン朝を中心としたイラン地域の歴史家による、 ペルシア語の歴史書に素材の名前が一切登場せず、東アジアの中国資料にしか名前が現れないことである。また、従来は素材が、チンギスの中央アジア遠征に随行し、様々な助言を行ったことからチンギスに参謀として、使えたとされていた。しかし、それ自体が素材を高く評価している、原子、ヤリツ素材でいいんですら素材がチンギスに対して、 天文の占いと予言以外の仕事をしたことを伝えて、おらず、原子以外の中国資料においても、初期、通訳以外の業績が一切伝わっていない。素材自身、自分は初期であって、軍国の義には、預かることはできないと、自ら述べたこともある。また、素材を、モンゴル帝国の最小とみなすのは、オゴデン政権期の素材の中国語での肩書きが、 中書令と記録されていることによる。中書令は当以来、最高位の最小職であり、モンゴル帝国においても後のクビライ時代に、皇太子し、チンキムが中書令についている。しかし、政権の緩化がより進み始めるクビライの時代と、異なり、オゴデーの時代には、中書省は宮廷に付随した初期の文書、行政処理機関といった程度の役割しかなく、 その上官の中書令といってもそれほどの重職ではない。しかも、南宋からモンゴルに送られた施設が書いた報告書から、素材ら官文担当の書記が書いた直令も、ウイグル文担当の書記の賃会がサインをしなければ、発行しなかったことが明らかにされている。したがって、中書令、矢律素材は、実際には、 モンゴル帝国の北中国方面の文章行政を司る中国語担当の初期のリーダーであったようである。しかも、当時の北中国は金滅亡後の混乱に乗じて台頭し、モンゴルの支配下に入った中国人の軍閥が在地権力を握っており、また、モンゴルの貴族たちがその上級領主として君臨していたので、素材の権限は、 非常に限られたものであった。日本のモンゴル史学者、杉山正明は、著書、リツ素材とその時代で素材に関する秘文や素材、自身の書き残した文章の分析から、素材が最小として、中国人から称賛されたのは、素材自身が、そのような虚栄を好む、小人物であったからだと結論し、素材の人格も、否定的に論評している。 一方、陳シン,シンの小説、ヤリツ素材の後書きでは、次のように記されている。この作品で利用した資料は、素材の著作をはじめ、すべて漢文の文献である。モンゴル史は、漢文だけでなく、ペルシア文献も参照すべきであるが、不思議なことに、ジュワイニーやラシードなどのペルシア文献には、ヤリツ素材の名は全く出てこない。中には、 彼はそれほど重要な人物ではなかったと推測する人もいる。だが、彼の私文を読んでも、例えば息子の意が15歳になった時に与えた死に、片付けなくもくらいは人心を極めとあるように、彼がモンゴル政権の中枢にいたことは確かである。思うに、彼の努力は、呪物に根付いた文明と人命を、 大破壊から守ることに集中されていて、戦争が上手であったのでもなく、税収の成績を上げたのでもない。イスラムシアの立場から見れば、素材には、知ルスにたる業績がなかったことになるしかしながら、疲弊した中国を、モンゴル流の破壊から守ったことや、略奪的手法を、収入の手段としていたモンゴル国家に税収による、財政制度を整備して、 収奪を極力防いだことは、民族救済のみならず元の成立基盤ともなり、国家の成長に大いに貢献したことは、間違いなく、やはり、モンゴル史を語るには欠かせない人物の一人とされる。ありがとうございます。